なにわ大学第一外科助教授財前五郎。彼は食道外科の若き権威とマスコミにももてはやされる実力ナンバーワンの助教授である。オペを始める。その彼は今大きな野望に燃えていた。恩師東教授の定年を控え、次の教授の椅子はどんな手段を講じてでも自分が手に入れようと心に誓った。そんな財前の態度を東は不快に感じていた。彼は密かに財前を次期教授に収めよう心に決め、工作を始めた。俺はどんなことしたって教授になってみせるさ。東外科はもうすぐ財前外科だ。東教授の総会審が始まります。何があった。あは、ただいま。どこ行ってたんだ。どんな話だった。まさか今まで彼らと付き合ってたわけじゃないだろうな。そんな気の利いた連中じゃないわよ。何時間も待ってたんだぞ。どんな話だった。ビールぐらい飲ませてよ。じらさずに話した。だから電話で話したつもりよ。隣の席にいたんだし、話がみんな聞こえるわけないでしょ。東教授は俺の次期教授に反対だと言ったんだな。うん、それだけは確かよ。うまい教授も反対だと言ったのか。なんか君の教室のことだから君の勝手にしたらいいとかなんとかって言ってたわよ。うまい教授反対か。そりゃゴロちゃんが判断することよ。そんなバカなことがあってたまるか。世間じゃな、助教授と教授は大した差はないと思ってるが、そうじゃない。いつか君も言ったみたいに、助教授はあくまで足の頭だよ。二人の講師と50人の助手を持つ一局の中で雑用ばっかりやらされてるのが助教授だったよ。一局に対しての勤務上の不満から
アルバイト先の斡旋から論文のテーマの相談の指導、何もかもやるのが助教授。それだけじゃないよ。足りない研究費の捻出のために頭を絞る。そのために会いたくもない薬品会社の連中に会ったり、医療機関の連中に会ったりするんだ。大体助教授なんてもだな、次の教授の席が約束されてればこそ務まるんだ。俺は助教授になってから8年間、地方の大学の教授の口に耳を貸さずに縁の下の力持ちをやってきたのは、東教授が退官した後、俺が教授の椅子に座れると思えばこそだ。五郎ちゃんも43、東教授の悪戸釜に他から教授を連れてこられたら、またその人が定年になるまで待たなければならない。ということは五郎ちゃんは永久に教授の椅子に座るチャンスがなくなるってこと。つまり骨折り損のくたびれ儲けってわけ。笑い事じゃない。いいか、第一外科は今財前外科と言われてるんだよ。その俺を差し置いてだ、なぜよそから人を引っ張ってこなくちゃいけない。そうだろう。そんなバカなことがあってたまるか。私に怒ったってしょうがないじゃない。東先生に直接言ったら。嫉妬してるんだ。東教授は俺の腕に焼いてるんだよ。あら、コロちゃん泊まってくの？もう2時過ぎたのよ。いいからこっちへ来いよ。朝になっちゃうわ。奥さんに叱られてよ。怖い家付きの奥さんに。早くしろよ。どうしたの？今日は大きなおっぱいがあったわけじゃないんでしょ。いいから。でもそういうゴロちゃん好き。ちょっと待ってよ。待ってったら。私の睨んだとこでは富貝先生はまだ脈があると思うんだけど。何？富貝教授はまだ脈がある。大江さん、俺のこと弁護するように言ったの？あのタヌキがそんなバカなこと言うわけないでしょ。ちょっと欲しがったの五郎ちゃんじゃない。話する。どんなこと言った？いや、病院長の成内先生とね、この頃よくお店に見えるのよ。鵜飼教授の？鵜飼教授と成内教授ってのは医学部長の椅子を争った仲でしょう。うん、おかしいと思わない？そういえばしっくり言ってなかったみたいだな、あれ以来で。どんな話してたんだ？うん、あれ触れた世間話よ。だけど鵜飼教授、次期学長を狙ってんじゃないかしら。学長？このままでいったら鵜飼教授もあと3年で定年退官。学長になれば定年退職もないのも同じことでしょう。それに大学辞めたって高校からいい就職口が来るに決まってるし。うん、だから学長になるために今一人でも味方が欲しいってわけ。学長か。だから東先生よりも学長選挙の一票を持ってるあなたを味方につけといた方が深井先生も得だってこと。つまり味方になる子さん大いにあるってわけ。私の推理もバカにしたもんじゃないでしょ。新館の医療器具備品の予算だね。はい、お手つきでしたらご相談したいんですが。先に病院長の則内君の採血を取ってからこっち持ってきてくれたわ。なんつっても病院のことは院長の方がベテランだからな。ああ、ほな早速病院の方へ行きまして、うん、則内院長にお目通し願ってから参ります。則内君も気を良くするだろう。あ、なんだね。大阪鉄工の中澤社長が診療受けにお目になっておられます。あ、
すぐ行く。私の教授室へご案内しといてくれ。よろしいでしょう。どんな具合でしょうか。大したことありませんな。血圧も160ぐらいですし、まあ、念のため尿と血液検査、それに心電図も取っておきましょう。外来行って検尿と血液検査をして、検査室へ僕から出てすぐ回してくれ。それから心電図もすぐ取るように。はい。高橋守さん、7番入ってください。まだでしょうか。小西菊出す。あ、里見先生ですね。もうちょっと待ちください。この辺りですか。痛い。ええ、その辺り出す。あ、そこ出す。これですね、一番痛いの。先生、胃がんと違いましょうか。それはまだ分かりません。お召しになって結構です。ほなら、何だす？何病でしょうか。もうこの間から胃液検査やらレントゲン検査やらみんな済ましてますのに、まだ病名が分からへんのは何で出すか。確かな病名というものは1回や2回の診察で決められるものではありません。けど今のところ大体何病やいうぐらいのことは言ってもらえまへんのやろか。ちょっと疑問の点がありますので、今日もう一度血液の検査と内視鏡の検査を受けてください。ほな今度の時ははっきりした診断が出ますじゃろな。ほなら次はいつお伺いしたらよろしいますか。血液の検査に 3,4 日かかりますので、来週の月曜日に来てみてください。お大事に。先生、僕の外来診察の日、僕が初診した患者だったね。あ、胃腸の方は君が専門だから君の方へ回したんだが、どこが不審かね。実は触診で胃の裏のあたりに何か塊のようなものが感じられますし、レントゲンの EA 欠損にも少々疑問の点があります。膵臓の腫れ物ではないかと思われますので、血清アミラーゼと内視鏡の検査をもう一度やることにいたしました。心配なんよ。僕が見て胃がんの疑いとしたんだから、まず間違いない。君みたいに何でも検査検査と検査だけに頼るのは経験の浅い臨床医のやり方だよ。最低限度の検査をして、あとは自分の勘を働かせる。取らなくちゃ一人前とは言えないよ。しかしできるだけ多くの正確な検査が診断の基礎になるわけですから、検査はなるべく綿密にやりたいと思っております。医者の言うことは患者にとっては一種の信仰みたいなもんだ。だから病名のわからん場合でもすぐ適当な病名をつけてやって、一応患者を安心させてやる。僕などに君、高血圧や心臓病の患者には大部分そういう精神治療もしてやってるんだ。特に内科医にはそういうことが必要なんだ。しかしこの患者の場合、胃の腫瘍であるか膵臓の腫瘍であるか微妙なところだと思います。ですから。もういい。君と青臭い論議などしてる暇はないよ。要は君は学問的業績もあるし、仕事もできるんだ。あとはもっと臨床医として大人になることだね。次の患者を。はい。どうかね。はい、こちらです。
何か異常がありますか？いや、正常ですな。この心電図で見る限り脈は正常だし、心臓の乱れもない。見事な強心臓ですな。京都の臨床講義は食道がんについて話をしよう。レントゲン写真を。このように胸部食道の上部に陰影欠損が見られ、壁の不正が見られるということは、とりも直さずクレプスであるな。エソファングスクレプスの中でもとりわけこの上部と中部の手術が最も難しく、現在では最も死亡率の高い手術と言われて、死亡率も 30% 前後とされている。これは食道のクレプスを除去した後、食道といい胃と空腸のアナストモーゼを行うために起こる危険であって、しかもエソファングスクレプスのクランケの大部分が60歳以上であり、全周性にわたってエソファングスステノーゼを起こしているために十分に食事が取れない。そのために全身状態が悪くなっているからである。私自身のここ数年来の工夫と研究によって、胸骨鋼食道胃吻合術という方法を3段階に分けて死亡率を少なくしているわけである。クランケを入れてくれたまえ。入院中をわざわざ私の講義のために出ていただいてすいません。この方は今私が説明した手術後の患者さんである。あなたは手術前にどうでしたか？何が一番苦痛でしたか？半年ぐらい前から食事が通りにくくなって、なんか喉に引っかかるような感じでした。寄せてはきませんでしたか？そうですな、2カ目ぐらい痩せましたかな。それに、体がとっても気だるい感じでした。食事の時に唾がたくさん出て困るようなことありませんでしたか？はい、その通りです。しまいには食後吐き気を催したり、水さえ飲むのが辛くなりました。じゃあちょっと着物を脱いでもらいましょうか。これは頸部に作った食道漏と胃に作った胃漏とをつないだゴム管で、現在このゴム管によって食事をとっている。現在はうまく食事は取れてますか？はい、最初は何かむせるような気がしましたが、2、3日で慣れました。今ではもうお粥も食べられるようになりました。本当に先生のおかげです。いや、じゃあコップに牛乳を一杯飲んでいただけますか？緊張した講義は初めてです。その俺が教授になれないってことがあるか？悪いな、呼びつけたりして。
ってどうなの、坊やの具合は。ちょっとお腹を壊しただけらしいわ。今お医者さんが見てくれはったとこやわ。あら、じゃあさっきのあの方。いや、おたの変わってあるやろ。今時自転車で往診に回らはるあの先生だけやわ。ちょいちょい周期人と間違えられそうやわ。どうぞ。はい、どうも。でもええ先生よ。うちの子供がね、夜中にポットの湯で火傷した時応急手当てしてもらったの。すぐ入院させたんやけど、一日一回必ず見舞いに来てくれはったわ。まあわざわざ。うちの子だけやない、自分で入院させた患者は必ず毎日見舞いはるそうやわ。あ、今時そんなお医者さんっていらっしゃるのかしら。それでね、なかなかお薬くれはらへんの。さよっていつも貧乏してあるみたいやわ。木村がね、あの先生こそほんまの医者や、患者を薬漬けにするような医者は信用できへん。そんなん言うてもちょっと具合悪いとすぐ里見先生に見てもらうのよ。あら、ひろこさんのご主人はやがて製薬会社の社長を継ぐお方じゃないの。そう言われればそうやな。里見先生、木村の会社の仇みたいなもんや。先生、名簿整理してみたけどな、クラス会に出てくられる人半分ぐらいやわ。あら、思ってたよりも多いわね。うん、通知の分は考えてくれはった。悪いな、これでどうかしら。花咲におい若葉の実。いや、さすがやわ。学生時代から名文化やったけど。ほな、これすぐ印刷所回しとくわ。出来上がったらすぐに知らせてちょうだい。宛名書きにお邪魔するから。いや、そうしてもらったら助かるわ。うち字が下手やったな。字はうまいし、英語もフランス語もペラペラやし。どうして結婚せえへんの。あんまり理想が高いとほんまに売れ残りになってしまうかもよ。今かてまだ独身でいるのはあんたを入れて 2,3 人やないかな。里見先生もうちょっと若かったら推薦するんやけどな。独身なの、あの先生。うん、5年ほど前奥さん亡くさはって、男やもめ。あ、そうや、あの先生の弟さん、なにわ大学学部の助教授してあるそうよ。あんた知らんか。確か第一内科や言うてはったわ。さあ、やっぱり里見さんとおっしゃるの。本当に偶然ね。何年ぶりかしら。父が赴任した時だから16年になりますわ。確か紗友子さん中学に入ったばかりでしたわね。いいえ、小学校6年生。それにしてもちっともお帰りにならないわね。すれ違った時にすぐに分かりましたわ。声をかけられた時すぐに思い出せなかったわ。でも紗友子さん、すっかり綺麗なお嬢様におなりになって。あら、もう奥様かしら。いいえ、売れ残り。道夫さんのご主人は何をしてらっしゃるの。それがね、お聞きして悪かったかしら。いいえ、あなたのお父様と同じところに勤めているのよ。第一内科の助教授なの。まあ、なにわ大学の医学部に。だったらなぜもっと早く知らせてくださらなかったの。結婚なさって随分になるんでしょ。ええ、8年。でも里見って変わり者なのよ。東先生とは東京ですぐご近所で親しくしていただいていたからってそう言うんだけど、同じ大学の教授だってことに何か引っかかるらしいの。変わり者っていうより照れ屋なのよ。社交下手で困ってしまうわ。学者はそのくらいの方がいいんじゃないかしら。お父様によろしくおっしゃっといてちょうだい。第一内科の里見修二、あの変わり者かっておっしゃるかもしれないわ。里見さんとおっしゃるの。じゃあお兄様もこの辺で開業してらっしゃる。あら、どうしてご存知なの。あ、今さっき短大の同級生のお宅でばったり出会ったの。すれ違っただけだけど。兄も変わり者なの。洛北大学の講師をしてたんだけど、大学を飛び出して開業医になってしまったのよ。あのまま行ってたら
ひょっとすると今頃教授になっていたかもしれないのに。似たもの兄弟ってわけね。鵜飼夫人29票、そのうち白票1票、この白票は鵜飼夫人が投票されたものと思います。したがって紅会幹事には鵜飼夫人が当選されました。おめでとうございます。それでは新幹事にと申しましても前期に引き続いて幹事をお願いするわけでございますが、鵜飼夫人にご挨拶と副幹事のご指名をお願いいたします。教授夫人の集まりである我が紅会会員の親睦を深めますことは、そのままなにわ大学医学部教授の親睦を深めることにつながると存じます。これまで通り、それ以上にまず私どもの親睦を深めますことによって内助の功を果たしたいと存じます。どうぞよろしく。では副幹事の指名をさせていただきます。昨年同様東夫人にお願いいたしたいところでございますが、幹事副幹事ともに昨年のままというのもどうかと思われますので、今回は乗内病院長夫人にお願いいたしたいと存じます。東夫人にはこの1年間私の至らぬところを補っていただき本当にご苦労様でございました。ありません。皆様東夫人に拍手をお願いいたします。あなたは鵜飼夫人が私を指名せずに乗内病院長夫人を指名したことを何の意味もないことだとおっしゃるんですか。副幹事が誰になろうと大したことじゃないじゃないか。そんなことございませんわ。鵜飼教授と乗内病院長は犬猿の仲だとおっしゃってたじゃありませんか。その乗内夫人を副幹事になんておかしいと思いになりません。あなた鵜飼さんと最近何かあったんではございませんの。いや別に何もないよ。今まで通りだ。教授婦人会でのことをいちいち医学部内の人事に結びつけて考える方が神経質すぎておかしいよ。いいえおかしくございませんわ。鵜飼医学部長はあなたが来年定年退官だからそろそろ見切りをつけて乗内病院長に近づこうとしていらっしゃるのかもしれませんわ。そうかもしれない。医学部長の次に学長を狙ってるからその足固めに犬猿の仲だった乗内にまでの工作を始めてるのかもしれんな。人ごとみたいにおっしゃらないでください。あなたに政治力がないからこういうことになるんですわ。この春退官なさった第三内科の石山教授のように名もない会社の捨て口をいただくだけ、そんなことになりかねませんわ。そんなことまで教授婦人会では話題にするのか。石山教授は鉄道病院の院長にお決まりになっていたのに運輸大臣の鶴の一声でダメになったそうじゃございませんの。あなたみたいに容量の悪い方は定年退官後石山教授の二の舞を演じかねませんわ。もしそんなことにでもなったら紗栄子の縁談にも。私もそれを考えると。お父様今日道夫さんにお会いしましたのよ。道夫さん。あお前がピアノを教わっていた羽田さんのお嬢さんか。ええクラス会の打ち合わせの帰りにばったり。
ほら、みちおさん大阪にいらっしゃるの。結婚なさってからずっとこちらなんですって。第一内科の里見さんご存知でしょ。うん、鵜飼君とこの助教授だ。どうかしたのかね。その方が道夫さんのご主人なんですって。まあ、じゃあどうしてうちへいらっしゃらないのかしら。ご主人がお父様が教授だということにこだわってらっしゃるらしいの。なぜなの。外科と内科は違っていても教授と親しかったら損はないじゃないの。里見君はそういう男だよ。鵜飼君は社交嫌いで困るとこぼしてるが、いや、学者としては実に立派だ。財前さんと大違いですのね。あなた今日とても悔しいことがございましたのよ。おい、紅会の話はもういいよ。いいえ、あなただってきっと腹を立てになってよ。第一外科はまるで財前助教授がしょって立ってるような噂をなさってたわ。私に聞こえよがしに。あなたは財前さんのことをどんなふうにお考えになってるか知りませんけれど、私は主任教授を押しのけてことごとに表立とうとしている財前さんなんかに私たちの地位を譲りたくはございませんわ。ねえお父様、道夫さんご夫婦うちをお招きになったら。うん、話してもいいが里見君が承知するかな。そんなことよりあなた財前さんに教授の席を譲るおつもりでいらっしゃるんじゃないでしょうね。渡したな。こっちへ入れよ。先生、もっと他に薬はいらんのですか。ただの風邪だからね。熱いうどんでも食ってよく寝ればすぐ治るよ。そやけど。大丈夫だよ。さあ、入れ。お大事に。そこへ。あ。どうも困ったもんだ。なんかというとすぐ注射、もっと薬をくれだからな。いや、そんな風潮にも困ったもんだけど、兄さんのやり方じゃ貧乏とは縁が切れませんね。何を言ってるんだよ。お前だって似たり寄ったりじゃないか。内科の助教授ともなれば特診料で月給の2倍や3倍稼ぐのは当たり前だが、お前にはとてもできんだろう。お互いに貧乏症ってやつだな。あ、時たま患者が貸し包みに金を入れて持ってくるんですがね、僕はどうしても受け取れなくてね。ところで何かあったのか。ん、いや、ちょっと兄さんに会いたくなってね。隠さなくたっていいよ。何か不愉快なことがあったら吐き出してしまうことだ。何があったんだ。あ、わかりますか。いや、鵜飼教授とちょっとね、やり合ったのか。教授が初診で胃がん疑心と診断した患者が僕のところに回ってきたんですけどね、どうも膵臓がんの疑いがあるので検査をやろうとしたら叱られました。うん、君はいつまでたっても成長しない、もう少し大人になれ、そんなこと言われましてね。そんなことでくよくよするなんてお前らしくないじゃないか。診察をして疑問の点があったら検査をして原因を突き止める、当然のことじゃないか。僕もそう思ってます。しかし人間関係ってのは嫌なもんですね。兄さんが大学を辞めたのが分かるような気がしますよ。お前もやめてしまえと言いたいところだが、お前はとても開業医にはなれんよ。俺以上に人付き合いが悪いからな。分かってます。僕はどうせ学問しか他に脳のない人間ですから。どういうわけで内科へ変わったのか知らんが、お前は基礎医学をコツコツやってた方が良かったよな。ま、それはそれ。一杯やらないか。ももちゃん、はい、湯飲みを頼むよ。はい。いやー、すまん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 。ごめんなさい。またしたな。わがまま夫人のもん惜しんで忙しいこっちゃ。今朝ほど京子がお電話を差し上げた。ああ、聞いてる聞いてる。さあ、お前行こう。
おばあ、おばあ。あんたとこ景気はどうやねん。僕のところはお父さんのところと違って患者が多くても少なくとも景気には関係ありませんよ。助教授でも月給取れと同じ社長のほうか。おりゃ、お父さんのところは大した景気だそうですね。どうしてもっとベッドの数を増やして病院の規模を大きくなさらないんですか。若いことを言いよるな。病院にしたら損するがな。病院にすると損するんですか。お、そうや。まあ、なんで損するかということはぼちぼちと教えてあげるわ。とにかく病院にするより医院の方が確実に儲かるというこっちゃ。おい、おばはん、あの、俺には言ってるよってな、岩田医院電話をしてそちらの方でお待ちしておりますぜひお越し願いますと、あ、そう言うといてんが、はい、さあ行こうか。あの、実は、うん、まあ一杯飲みながら話しよう。さあ行こう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 。おいでやつ。おいでやつ。はい、わかんない。はい、こっちへ。あ、おかみにすぐそういう点か。はい、これお酒忘れんようにな。はい、あ、そう、どうぞどうぞ。はい、あ、五郎君、そんな消毒臭い服を脱いで風呂へ入ってさっぱりと浴衣に着替えたんだ。まあおいでやす。ああ、これは当家のおかみで東京じゃない。あの、こっちへ、こっちへ、こっちへ。あのな、まあ、ようお越しやしておくれやした。北野新地で芸婚出てるように馴染んでな。ちょっと顔見てんが、ちょっとべっぴんやろ。だから顔よりな、あそこわしの診察したところでは超一級品やな。これはわしが保証する。何やったら一遍試してみ。いやそんなの、初めてのお方の前でケッタイのこと言わんといて取り出すな。そんな、ええ年して恥ずかしがらんかって言えないかい。もう先生にはかないまえんわ。さあ、どうぞどうぞどうぞ。お一つさあ、あの、まあ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 、ええがない、ええがない。まあ先生言うたら天狗ばっかり言わはって。あの、この人はな、わしがいつも言うている娘婿の財前五郎派。なにわ大学病院の助教授してはるけどな、今にお前らが一元で見てもらえんような偉い先生になれはんねん、さかいに今のうちにサービスとかなあかんで。そうだか、うん、初めてお目にかかります。大庭の時江でおます。大先生にはいつもお世話になってるもんでございます。まあお前何番目やったな俺の。またそのようなもん。びっくりしたか。こんな近くにな、こんなええ女いよんのやな。あんなクソババの作る飯なんか食えたもやれへんがな。わしな、前の女房が生きてる自分からちゃんとこういう内緒事をしててとうとう知らさずじまいや。えらいやろ。ところであんたもええのいてんの違うか。いや、とんでもない。そんなことしたら第一京子が。あんなもん、あんなもん脅しといてよろしいねん。あんなわがままなやつなあ、贅沢さして甘いこと言うといたらそれ喜んどおる。男というものは浮気せんと絶対エロなりません。ところで今朝今日から電話かかってきた用事っちゅうのは何や。あ、ちょっとお前引っ込んどり。ほな、ごゆるりと。あ、さあ行こう。なんやねん、用事て。実は、うん、ちょっとゴム芯を。金か。はい。よっしゃ、一本か、二本か。120万円です。うん。訳は聞かん、貸してあげます。いや、あげます。まあ、しかし、使うねんやったら、女なら飛び切り、女。いや、今、仕事に使うねんやったら、あんな貸した金あかんな。もっとまとまった金がいるねんやったらいつでも言うといな、あれ。ありがとうございます。娘向こうに金渡して礼言われるちゅうな、おかしなこっちゃな。青桐。ところで次期教授の件はどうなったんや。あ、それが
東教授がどうも。何？東が反対やっちゅうのか。いえ、そうはっきりは言い切れないんですが、どうもそんな気配がするんです。岩田先生のお越しでございます。うん、あ、そう、すぐ入ってもらうんで。どうぞ、こっち。ああ、よう、こっち、こっち、こっち。いや、まあまあ、まあ、あんたにな、紹介するために来てもろうたやから。遠慮ねえ。こっち来て、こっち来て。よう来てくれたら。どうぞ、どうぞ。駆けつけなんとか、いっぱい行こう。わしら内科と違うて、探し時間儲けやええさかいな。あんたの招待やったら遠慮なしにごちそうになれるわ。あ、五郎君、こちらな、岩田藩というて、なにわ医師会の会長藩や。よろしく。岩田、いつも話してる娘子の財前五郎。遠慮せんと、はい、膝くさしてもらって、ちょっと手伝いさせてもらう。失礼します。でね、いやねん、形成の方は。さあ、それや。今ちょっと話しててんけども、東教授が五郎君に教授の席を譲るのが反対らしい。はあ、よそから連れてくる言うなんか、うん、あの今わしに話した続きこちらに聞いてもらい。はあ、心配いらん。岩田藩はわしらと違うてな、浪速医科大学医学部の出身で、宇外医学部長とは同期や。お前か俺との仲や。その上同窓会の大ボス、次期教授の昇格のことについても前々からお願いしてやん。ああ、鵜飼君も元気らしいな。はあ、いつもお世話になってます。ああ、それで東教授や次期教授をよそから連れてくるいう動きを見せとるんか。いえ、具体的には、しかし私の感じではどうやら私を外したいような、そんなお気持ちらしいと、そう思うんですが。うん、食道外科の財前助教授言うたら東外科を背負って立ってる男よ。それに教授を譲らんとすると、これはよそから持ってくるいうことやな。そうやから、さあもう一つ、そんなことになったら五郎君あんた一生涯あんた教授になられへんから。ただ力になって頼むせ。いや、これはね、あんただけの問題やね、我々にとっても大問題や。あんたの向こう班が第一外科の教授になればこそよ、我々も無理言うて大学病院を利用できる。そやけどこれよそから来るとなれば、これは利用できんからね。五郎君、岩田班はな、宇外さんが学部長になるとき同窓会を動員して圧力をかけたお方や。岩田藩が動き出してくれたら絶対に安心や。あんたら大学病院の先生方から見ればわしら開業医は虫けらみたいに見えるやん。大阪で学校学会を開いたりいろんなことをするときにはな、わしらがこの会社回りをしたり、その医師会から金をこの出したり、いろいろ経済的に援助をしてるよってな。あんなもう裏の方では大学の人事の方にも大いに影響はできるよ。あの鵜飼君の時にも、反対派の教授をこうしらみつぶしに口説いて回ったもんやな。そう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 。えらいこの金物を使ったけど。それで教授会は臨床が16人で、基礎は何倍やったっけな。15人ですな。ほな16人こっち側にひっつければええわけ。そやな、財前。はい。ほら、だいぶ実弾が入りそうやな。なあ、作る。なんぼでも作るで。五郎君が教授になんだったら何ぼでも金こしらえたら。うちの娘婿が浪速大学医学部教授になるということは、財前家が勲章をぶら下げたんと一緒やさかいな。やだ、頼ます。この通りや。よっしゃ、引き受けた。五郎君、同窓会は全面的にあんたをバックアップしや。ありがとうございます。いや、実力では誰にも負けないつもりですが、実力通りいかないのが世の中ですから。1000万でも2000万でも金こしらえたる。
ああ、なんぼ金もらわれたところで選挙違反になるわけがないさかいな。ほほほ、堀川の心配ないでやがな。バーンと実弾ぶっ放したるで。さあ、前上や。行こう。まあそれでは財前教授のために乾杯。乾杯。こんな味方が選べようとよし、東教授に絵面を描かせてやる。財前五郎は浪速大学第一外科の花形助教授である。彼は今大きな野望に燃えていた。恩師の東教授が定年で退官した後、次の教授の椅子は是が非でも自分が勝ち取ろうと心に決めたのだ。よっしゃ、引き受けた。五郎君、同窓会は全面的にあんたをバックアップしよう。そんな財前の姿に東は強い反発を感じていた。彼は愛弟子の財前を次期教授に昇格させぬよう密かに工作を始めた。財前が嫌なら来年春の君の定年退官の時に嘘からの後任者を連れてくりゃいいじゃないか。こうして学内にはようやく騒然たる空気が醸し出されてきたが、そんな雰囲気を財前の同期生里見は不安な面持ちで眺めるのだった。俺はなる、きっと教授になってみせる。東教授の総会審が始まります。小西菊さんの検査結果できてきてるかな。はい、こちらです。
胃の粘膜面は正常、胃がんの疑いはないわけだな。鵜飼教授から内視鏡検査と血清アミラーゼの検査はやったかと聞かれました。そう、検査をしたことはえらくご不満なようでした。そんなはずはないだろう。疑問があったら徹底的に検査して調べる、それが医師として当然の義務じゃないかね。ああ、しかし確かに先生のおっしゃる通りです。この数値で見ると膵臓壊死はないわけだな。しかし触診では確かに腫瘍があるんだ。膵臓の腫瘍、腸間膜腫瘍、大毛小毛の腫瘍、結腸がん、後腹膜腫瘍、膀胱結腸がん、腸間膜の腫瘍は移動性であるが触診では感じられない。レントゲン検査、血管撮影でも結腸がん、腸間膜腫瘍、大毛小毛の腫瘍は見当たらない。先生、そのカルテの小西さんが朝早くから来て待ってますが、先に中入れましょうか。あ、そうしてくれたまえ。はい、谷山君。はい。膵臓がんの初期かもしれないね。パンクレアスクレプスですか。あ、おはようございます。あ、おはようございます。先生、検査の結果はどう出ました。あ、もう一度診察をしますから診察台にどうぞ。もっぺん。あ、谷山君、君は予診を始めてくれたまえ。はい。してやろうか。先生、一体何の病気出す。まあ、おかげになってください。膵臓に異常があることは確かなんですが、それが何であるかわからないので外科で回復手術をしてもらいましょう。あなたはすぐに入院の手続きを取ってください。お腹を絹に貼るんですか。そうすれば間違いのない結果が出ますから、とにかく急いで切る必要があります。先生、もうこの間から何でも検査したり、あの胃カメラ中の飲み込まされて、もう死にそうなほどの苦しみをさせられて、ほんでまだこの上入院して手術せな、はっきりした病名が分かりまへんのでっか。こんな無茶な、女やったら何にもわざわざ大学病院まで来て見てもらわんかて。そこまでしないとはっきりした病状がわからない場合があります。あ、第一内科の里見だがね、病室係へつないでくれ。あ、里見だがね、緊急に入院する患者が出たんだが、病室を都合してくれないか。え、いっぱい。いや、そこをなんとか頼むよ。詳しいことは後で話すから。あ、それじゃ、こちらで至急に病室は取るようにしますから、あなたは入院の申し込み手続きをしてください。先生、満員の病室を無理に都合つけて入院せんならほど悪いんでっか。こないに悪いんやったらもっと早うに手当てしてくれやったらええのに。もしもがんやったら。はっきりした病名がわからないから回復手術が必要なんですよ。女、切らんとわかる方法はあらへんのですか。大学病院やったらそれくらいのこと。とにかく急いで試験回復をすることがあなたにとって一番必要なことですから。午前の診療が終わったらすぐに病室は取るようにしますから、あなたは病室係に行ってご自宅の住所と電話番号を書き込んでいってください。こちらからいつでも連絡が取れるように。よろしいですね。
長。うちから外科に回して手術を要する患者が出たんで、この病棟でベッドを一つ都合してもらいたいんだが。ああ、里見先生ですか。うん、会いに行くと満床ではありません。さっき下の病室係からも行ってきましたけれども。しかし緊急要する膵臓の試験回復なんだ。なんとか頼むよ。外科病棟だったら緊急のベッドを確保してあるはずだ。緊急ベッド？うん。あれですか。あれは救急車が運んできた交通事故とか虫垂炎の患者とか、そういった外科のための緊急ベッドで、内科から外科へ回してくる患者のためのものではございません。いや、それは分かってるけど、しかし空いてるなら都合してくれていいじゃないか。君ならそれぐらいの都合はつけられるはずだろ。とんでもございませんわ。先生方と違って私たちは何年経っても一階の看護婦の監督にしか住みませんもん。それならもう君には頼まん。僕の方で何とか都合つける。里見先生、他でベッドの都合つくのかしら。まあ無駄足でしょうね。先生、この間どうも。うちの者がエロお世話になりました。いやいや、あれ大したことないよ。軽い裂傷と打撲だからね、すぐに治るよ。おかげさまで手当てを配慮していただきまして、それもなくとも人手に不足しております。あないな熟練者に何も休まれると本当に困ってしまうところでした。先生の第一外科はあの新館の中のどこら辺に入られるんですか。まあその南側の一角だよ。ああ、ほな第一外科は新館の中でもまさにうとちいうところになりますな。そりゃそうだよ。一番力があって患者の多い科が一番いい場所と設備を要求するのは当たり前だろう。ああ、先生こちらでしたか。いや失礼します。東先生も心残りでしょうな。この新館が出来上がるとすぐ退官なさるんだから。あ、そうそう、里見先生が探しておられました。何か急な御用があるとかおっしゃって。何だろう、急な患者でもあるのか。今食堂でお会いしたところですから、まだいらっしゃると思いますけど。それはまだ飯食ってなかったな。行ってみるよ。いや、お僕もカレー。君を探してたんだ。今筑田君から聞いたよ。なんだい。いや、実は緊急に試験回復を要する患者がいるんだが、外科病棟に行ったら病室がいっぱいだって断られたんだよ。なんだいそんなことか。わけないよ。いや、しかし外科病棟に行って府庁に直々頼んだんだが断られたんだ。大丈夫かね。僕は君と違ってね、日頃から各病棟の府庁と仲良くしてるんだ。うちの家でも何ともならん時でも病室のやりくりのやつくさ。あ、そう。なんだい、そんなことで差別をつけるのはけしからんと言いたそうだな。いや、そんなわけじゃないよ。お待ちどうさまで。ありがとう。けしからんつったってこうやって君は僕に頼まなくちゃなんだよ。そうだろ。それでどんな患者なんだ。ああ、それが膵臓がんの初期じゃないかと思うんだ。膵臓がん。胃がんの疑いで僕のところに回ってきたんだがね、触診でも血管撮影でもレントゲン検査でも膵臓に腫瘍が最も疑われるんだ。もちろんこの俺に試験回復をさせてくれるんだろうな。まあ君にやってもらうしか仕方がないだろうな。あんな人に病室頼んでて気のないようにするね。まあいいや。しかしもし君の言う腫瘍が膵臓がんだったら、その患者も広いもんだろうが、この僕も広いもんだよ。膵臓がんの手術なんてめったないからな。いや、僕はがんでないことを願っているんだ。しかしね、あれはやっぱり初期の膵臓がんだよ。君らしい言い方だよ。それで誰だい、最初に胃がんだって診断したの。うちの鵜飼教授なんだ。鵜飼教授か。だったらそんな曰くつきなのを聞くと後がうるさいな。なぜなんだい。誤診したのが鵜飼教授だろうと誰であろうと、そんなことは関係ないことじゃないか。いや、それはうちの東教授だって切りたいだろ。待てよ、東教授は明日から学会で東京へ出張か。留守にやったといえば問題はないが、しかし君んところの教授からうちの教授に何かつまらんことでも言われると、この大学病院ってのは
いろいろとやりづらくなるんだな。バカなこと言うなよ。いくら教授でも正しい診断をしたことに対して妙なことはできんだろう。医師である限りどんな場合でも患者の命を守ることに及ぶ限りの力を尽くすことは当然のことじゃないか。分かったよ。じゃあ僕は入院させて切ってみる。しかしな、開けてみてその結果が出るまでは僕が切るということについては向井教授は言わないでくれ。どうしてなんだ。いや別に理由はないんだからね。そうした方が僕にはいいんだ。うん、まあ君がそう言うならそうするよ。膵臓がんの手術とはまたとないチャンスだが、今向井教授の機嫌を損ねては困る。それじゃあ今のこと頼んだよ。診断を行う。これを病理を持っていく。はい。やはりクレプスでした。よし、睡眠部切除手術だ。やっぱり膵臓がんだったか。メス、めったにない膵臓がんの手術だ。膵臓の位置は腹腔内の最も深いところにある。周りに動脈と門脈が走ってるから慎重にやるんだぞ。電気メス。
ありがとう。すっかりくたびれてしまった。ご覧の通り、君の診断は正しかった。というよりも見事すぎるぐらい立派だった。僕は納得のいくまで検査を繰り返しただけだ。君のおかげで患者が一人救われたよ。その納得のいく検査っていうのはなかなかできないんだよ。やっぱり君が長い間病院にいてちゃんとした基礎の勉強ができなってたからだよ。君は大した内科医だな。君こそすごい腕前だよ。膵臓がんの手術をあれほど完璧に迅速にやれる人間は君を置いて他にないだろう。噂に違わぬ執刀力だ。君に頼んで本当に良かったと思っているよ。一つの人命を救うことができた。医者として久しぶりに味わう充実感だ。どうだ、久しぶりに飲まないか。お互いの実力のために乾杯しようじゃないか。あ、研究室で動物実験をやらしてるんだ。3時間おきにデータを見なきゃならんのでね。悪いが、いや今度必ず付き合うよ。そうか、まあそういう実験があるんじゃ仕方がないな。はあ、君のところの向井先生どうしてらっしゃる。ああ、今日は久しぶりに講義も雑用もないから絵でも見に行こうかって出かけられたよ。おお、どっかで展覧会でもらうのか。誰かの個展って言ってたな。心斎橋画廊だよ。向井先生は絵がお好きなのかな。さあ、好きなんだろうな。わざわざ出かけて行かれるぐらいだから。じゃあ失敬するよ。今日はありがとう。向井先生。おお、忙しい君はこんなところへ現れるなんて珍しいじゃないか。先生こそ目の回るようなお忙しさと伺っておりますね。なあ、忙しいのは君の方じゃないか。じゃんじゃん仕事はするし、マスコミにも派手に出てるし。今日はオペなかったのか。あ、先生も私のことをそんな派手にやってるなと、どうも私は誤解されやすい人間でございまして。誤解？いえ、これはつまらないことを申し上げました。先生は島根か箱根はお好きですか。うん、いや、この画廊の経営者が僕の患者でね、いつも案内状をもらうんだが、大学教授のサラリーじゃそう簡単に一流の画家の絵は買えないからね。だって見てるだけが関の山というところだよ。あ、ちょっと失敬、ちょっと寄るところがあるから。それで私もここで失礼いたします。届け先は鵜飼先生のお宅ですが、知ってますね。よく存じ上げております。ちょっと10万円しか手持ちがないので手付けにしておいてください。あとは明日払いますから。ではお宅様のご住所と名前を。堂島の財前産婦人科の財前又一としておいてください。堂島の財前産婦人科さんですか。はい、明日個展が終わりましたらすぐにお持ちいたします。じゃあよろしく頼みます。どうもありがとうございます。
僕だ。これからすぐそっち行くよ。店へ出るところ？店なんか休んじゃえよ。オペの後のゴロちゃんって好きよ。奥さんには分かってもらえないから私のとこへ来るのね。今日さ、膵臓がんの手術をやった。膵臓がん？あ、試験回復のつもりが開けてみたら膵臓がんだった。それじゃ興奮するわけね。膵臓がんと肝臓がんはがんの中のがんだし、それに試験回復からオペに切り替えたなんて聞いただけでもゾクゾクするわ。今日のオペは我ながら見事だった。東先生ご自分で切りたいっておっしゃらなかったの？今日東京出張だと。もちろん無断でやったさ。膵臓がんなんて滅多に出会わないからな。だったら何とでも言い訳がつくわけね。うん、ただね、ちょっと困ったことがあるんだ。何？その患者を初診したのが鵜飼教授なんだ。鵜飼教授は胃がんと診断して里見のところへ回した。里見は例によって検査をやって膵臓に異常を見つけて試験回復やってくれって俺のところへ持ってきた。それはちょっとまずいんじゃない？うん、医学部長の誤診をあなたと里見さんが証明したってことになるじゃない。鵜飼先生敵に回したらあなたいよいよ教授の影が薄くなるわよ。それ承知で引き受けたの？それは鵜飼さんがやったと聞いてやめようと思ったさ。しかしね、膵臓がんのオペの方が魅力があったってわけ。いや、それもあるんだが、俺あの里見ってやつがどうも苦手でね。鵜飼教授が誤診をしたのを試験回復できないのかって迫られたらね、断りきれない。私も一回会ったことあるけど、なかなか誠実そうな人じゃない？でもあの人が苦手だなんて、五郎ちゃんも医者としての良心が少しは残ってるってわけ。膵臓に異常発見できるなんて里見しかできないことだよ。あいつがもう少し大人だったらな、外科の財前、内科の里見、将来のなにわ大学の医学部は二人で背負っていけるんだ。どうもあいつは大人っぽくなくてな、青くせえんだ。私もああいう先生がいたら女子医大辞めなかったかもな。ねえ、うん、オペがバレたらどうするつもり？鵜飼さんみたいにああいう豪傑ぶってる人に限って嫉妬深いのよ。俺も心配だからな、今日実弾打ってた。実弾？島根鉄道の絵25、120万円なり。ちょっと痛かったけどな。どうせ財政産婦人科払うんでしょ。ブロちゃんの懐に痛むわけじゃないじゃないな。うまく受け取ってくれればいいが。まあ大学の教授連中なんていうのは特診料もらいつけてるから、くれるもんだったら何でももらうでしょうけど、でもうまく命中したらいいけど、的が外れて手負いにでもなったらそれこそ面倒なことになってよ。はい、あ、僕だ。え？鵜飼教授？わかった。すぐにお伺いすると伝えてくれたまえ。ありがとう。あの絵のことか、それともオペのことか。かけたまえ。はい、失礼します。
財前君、昨日僕の自宅へ送り届けてきたあの絵はどういう意味かね。あれは父がこの間たまたま先生と画廊でお目にかかりまして、大層あの絵がお気に入りのご寄せでしたので、そのことを父に伝えましたら、まあ、早速お送りするようにと申しますので。君の親父さんは堂島で産婦人科医院を経営してる人だね。はい。名前は聞いてるが僕はまだ面識がない。そんな高価な絵をどうして送られるのかね。実は私の父は医師会の役員をしておりまして、かねてか先生のご高名を伺っておりますので、まあ、医師会の方で直接ご指導やまたご講演をお願いしたいとこう思っておりまして、まあ、うん、そういった意味からもお近づきの意味でお送りさせていただいたのかと思います。ああ、医師会の役員として医師会の医療向上のために僕に挨拶をしておきたいというだけで、他に対応はないというわけだね。はい、他に対応はございません。うん、そうか、なるほど。バトが外れて手負いにでもなったらそれこそ面倒なことになってよ。ところでうちの科から君の方へ回した試験回復の患者のオペはどうだったんですか。はい、あれは先生のご指摘通り、やはり試験回復をいたしましたところ膵臓がんの初期で、膵部を切除いたしました。おかげさまで大変勉強させていただきました。僕は膵臓に異常を認めたと里見君が言ったのかね。はい、君がうまく手術できるようにそんな都合のいい晩にどうしてなったのかね。私はちょうどあの日は外来の診察を受け持っておりまして、あの患者のカルテが受付へ回っておりまして、私が覗きまして、まあとっさに僕がやると言ってしまいまして、そんな。君はちょうど外来にいて、君の旺盛な研究心で飛びついた患者がたまたま僕の診察した患者だと、そういうわけか。はい、主任教授の東君は君が執刀するのを承知したのかね。それはあの東教授はあの日東京へ出張なさる日でございましてね、バタバタしておりましたので、ついいえ、まあ単に試験切開で終わる場合もあるかと思いましたので、格別ご連絡をいたしませんでした。あれはいかんな。申し訳ありません。君はそうして主任教授を差し置いて自分勝手な動きをするということは前から僕もちょくちょく聞いとったがね、第一東教授だって膵臓がんなら自分もやってみたいと思ったかもしれん。申し訳ございません。やっぱりオペはやるべきじゃなかった。まあいいだろう、君も悪気があってやったことじゃなし、東教授が出張中で留守のことだね。今回はここだけのことにしとこう。ありがとうございます。今後ともよろしくご指導お願いいたします。君はもともと仕事のできる人だし、あとは人徳だな。人徳の問題だよ。これからはお言葉通り注意いたします。いろいろとありがとうございます。忙しいんだろ、もういいよ。ではこれで失礼します。財前君。はい、あの絵はいただくことにするか、それとも返すことになるか、とにかく一応預かっていくことにする。助かったわ。夕ご飯ごちそうするよってな。何食べたい。私ね、今日ちょっと寄るところがあるの。今度ごちそうしていただくわ。ほん
今うちの車で送らすわよ。木村出張中だよって。車が空いてるの。うん、すぐ近くだから。じゃあ今日はこれで失礼するわ。そう。まあよく来てくださったわね。さあどうぞ。お邪魔します。ちょっとこちらでお待ちになって。向こうが散らかってるの。さあどうぞ。ご主人の書斎？そうなの。一番いい部屋を占領されてしまっても。散らかってても。あ、これつまらないものですけど。どうぞ。まあどうもありがとうございます。ちょっとお待ちになって。すぐですから。まるで本に埋まってるみたい。どうぞ。びっくりなすったでしょ。あんまり狭いんで。いいえ、いいお住まいだわ。とっても温かい感じ。まあ紗友子さんお口がお上手ね。あら、お世辞じゃないのよ。ご主人きっと素敵な方なんでしょうね。お会いしたいわ。あ、ちょうどよかったわ。今日はね、子供の誕生日なの。里美も早く帰ってくるわ。一緒にお食事しましょうよ。何にもないけど。だって初めてお尋ねしたのに。そんなこと構わないわよ。よしひこだってきっと喜ぶわ。ただいま。おかえりなさい。よしひこ。よしひこ、何よ、そんなお行儀の悪い。ちゃんとご挨拶なさい。こんにちは。こんにちは。何年生？2年生。よしひこ、お姉様がね、今日夕食ご一緒にしてくださるんですって。お誕生日が賑やかになっていいわね。でも私、お家の方はお電話なさっとけばいいでしょ。よしひこ、お礼を言いなさい。ありがとう。ママの友達？いいえ、ママはね、私の先生なの。ピアノ教えていただいたのよ、ママに。ママピアノ弾けんの？この通りでしょ。ピアノなんか置いたら体の置き場所もないわ。結婚以来ピアノはすっかりご無沙汰よ。あんたもなかなかやるやないか。膵臓が怪しいという名診断を下したのは小貝教授だと思い込んだふんをして、先生のおかげで勉強させていただきました。これはわしでもちょっとできんしまいやな。小貝教授ご機嫌やったやろ。いや、それが難しい顔で。その上あの絵は一応預かり奥ですからね。どうしていいか言われてるんですよ。預かり奥やったら預かり奥にしといたらええやないか。しかし一応預かり奥とは含みのあるええセリフやな。わしも少し大学の先生方見習わないかんな。お父さん、笑い事じゃありませんよ。そんなに受け取ってくれたのはともかく、下手をしたら僕の命取りになるかもしれませんよ。あんた割に気の小さいとこあんねんな。あ、それやったらなんで小貝さんが誤診したオペに手を出したんや。いや、それはやはり外科医としてあの手術を見逃すわけにはいきませんよ。膵臓がんなんてめったに出会えませんからね。それに僕もいつまでも食道外科だけを売り物にしてるわけにはいきません。なるほどな。少々危ない橋を渡ってもまたとないオペは強引にやってのけて学会報告の資料にしておくか。まあそれぐらいの根性がなかったら偉い教授にはなれんわな。よっしゃ、わしに任しとき。次に打つ手を考えてやる。打つ手と言いますと？今に岩田が来るやろ。まあ二人で相談してきっとあの絵は引き受けさせてみせる。いや、しかし。しかしじゃないがな。任しとき言うたら任しとき。大丈夫や。おい、まあお話をもう遅れて。ああ、そんだそんだ。こんばんは。来た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 。しめか半島船長さん。ああ、こちらでこちらで。両端座り、両端座り。失礼させてもらいます。で、ええ男やろ。ほんまですな。どうぞ。お一つ。五郎君、どっちでも好きな方味見てええねんで。いやいや、大丈夫、おっしゃって言うつけてええよって。いや、もう先生言うから。まあ、器量はシメガの方がちょっとええかいな。しかし品物は
船長の方がええで。いや、ほんまに。そうか、ぶつかって、ちょっとしたもんだって。おい、冷めやがって。な、いつもの、おばのでからやろう。さあ、一つ、わしの喉も、五郎君に聞いてもらおうか。そやな、あんたもなやな、小唄の一つぐらいは、ならないかんな。いや、おばこと。さあ、行こうか。あ、心どころを角国の渡辺の里よりも。突然お邪魔してごちそうになったりして失礼しました。おかげでこいつの誕生日もにぎやかに祝ってやることができました。こちらこそお引き止めしてしまって。じゃあ私そこまでお送りしてきますから。うん、うん、それじゃあ失礼いたします。あ、まだどうぞ。おい、よしひこ、さようなら。さようなら。里美がね、今夜みたいにおしゃべりをしたのは初めてだわ。雨でも降るんじゃないかと思って。まあ素敵な方ね。想像してた通りの方だったわ。実験実験で帰るのはいつも遅くなるし、たまに早く帰ってくるとすぐ書斎に入り込んで本とにらめっこ。父のところに見える方たちとはまるで別世界の方みたいだわ。本当の学者なのね。ピアノがあったらアルバイトをしたいくらい。助教授になったら特進料が入るだろうって皆さんそうおっしゃるけど、里美はダメ。みんな突っ返してしまうらしいの。でも道夫さんお幸せだわ。澄んだ目をしてらっしゃるわご主人。今夜お父さんにご馳走になってね。うん、うかい先生の奥さんからお電話あったんよ。え、高価な絵をありがとうって送らはった。奥さんはそうお礼を言っておられたのか。うん、くれぐれもよろしくって、うちにも遊びに来るよって言ってあったわ。とっても嬉しそうやったわよ。そうか、そうか。いや、今夜はそのことでお父さんと医師会の岩田さんと話をしてたんやけど。そうか、受け取っていただけたか。教授への布石というわけやね。お電話聞いた時そうやないかと思ったけど、お父さんの入れ知恵、それともあんたの考え。ウイスキーでもらおうか。うん、あ、ブランデーでしょうか。心配せんで。つまり預かるユンは受け取ったということや。医学部長ともなればメンツがあるやつだ。なる。大学の先生ともなると回りくどいこっちゃな。そういうわけだったのか。
全てがうまくいく。しかし何か